はい。皆さん、こんばんは。ベンチャンネルです。えー、今日の仕事を終えて、今、帰宅しました。えー、今日はね、ちょっとね、ぽかぽかあったかかったですね。えー、自分はね、えー、今日で今週のお仕事は、えー、終了になって、明日、明後日明後日金土日は仕事お休みになります。 で先ほど帰宅する前に、えー、自分の家の近くのドラッグストアの M とあと精肉店の、えー、Y まあねそうですね Y ですねそこで、えー、買い物して、えー、帰宅しましたそれではね今日ね、えー、仕事帰りね途中にね えー、ドラッグストア M と、えー、精肉店 Y のところで、えー、購入した商品をお見せしますこちらですね123456店まあね全部値引き商品ではないので今回はまずね精肉店 えー、y さんとこですね家近くのまずねこちらかなねっ豚玉煮串ね日2本で260円から2割引きちょっとね串カツ食いたいなと思ってあとはね最近ハマってる自分がこのなんつうのこの鳥もつに これ最近安くてさ、ハマってんです。コリコリして、うん、美味しいなと思って。まあね、ご飯は食べませんよ。このおかずのみで今日は食べようと思ってます。それと保存食で、まあね、次のドラッグストア M で行ったら、このね、カップ麺が半額になってました。まだまだ、こっちこのシリーズだけですね。このシーフードだけが半額になってたんで、まだね、シーフードね、結構残ってました。 で、あとは、自分の大好きなお菓子、タイ類ですね。これ僕好きなんでね。で、外の販売機で、ね、炭酸を購入してきました。今日はね、こちらの揚げ物、うん、串カツとこの、トレモツ煮を、まあ、夕飯にしようと思います。まあ、ご飯は食べません。おかずのみで、えー、ゆっくりしたいと思います。まあ、こちらはね、いつものあの、週末の、たまに行く、 あの、ソロキャン飯みたいな感じお湯沸かしてカップ麺食べる。それのために、あの、取っとこうかなと思います。明日はね、休みなんで平日の金曜日ね、自分ね。まあ土曜日はね、明後日の土曜日はなんか天気悪い土日は天気悪いみたいですね。だから天気がいい日は明日しかないみたいですね。予報では。 まあ明日は明日でちょっと考えようかなと思います。今日はね、もう帰宅してお疲れモードなので、ゆっくりと、えー、部屋の中でこちらの揚げ物と、えー、もつ煮、この串ともつ煮を食べながらゆっくりしたいと思います。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。ぜひよかったらこ登録よろしくお願いします。それじゃあまたねー。